県は県内の放課後児童クラブの待機児童数の速報値を公表し今年度は661人と子ども子育て支援新制度が施行されてから最小となったことが分かりました県によりますと放課後児童クラブにおける待機児童数は5月1日時点で昨年度より142人少ない661人と 子ども子育て支援新制度が施行された2015年以降最小となりました県では市・町が行っている学校の空き教室の改修などに関わる施設整備を支援していて受け入れ枠の拡充を担っています近年は共働きの増加など保護者の就労状況の変化によりこうした施設の利用ニーズが高まっていて今年度の利用希望者数は 制度施行後最多の3 7,033人となっています県は定員に空きのある学区と調整を図りながら受け皿の拡大によって必要となる放課後児童支援員の人材を確保するため資格認定研修などを実施していく方針です。